前回クイズ西大吾へ行いまして、まあ、好評だったというところで続く第3弾というか、のシリーズとなります。クイズ山口ホタル、いや来た、三重の狂犬、これはちょっと分かりづらいやろな。質問項目に関しては答えていただいているので、それに何て答えたかというところを、皆さんでお答えください。 OK です。よし、お客さん硬い、硬くないですか。ここは分からないかな。ここは長いから一番ちょっと頑張らないな。当てに行きたいな、当てに行きたいな。行こう、行きますか、うん、行きます、行きましょう。第1問、自分を動物に例えると。絶対分かった絶対分かった。もう考えすぎて、そんなスス出ない。絶対分かった、これ多分、多分ね。例え方にいろいろある。例え方にいろいろある。いや、自虐でできてるわけないと思うんだよな、でもさすがに。あ、なるほどね。いや、分かった、意外とちょっと。いや、これ記念、俺ら結構同じ系統で言われるあれがあるから。じゃあ、まず、那須さん早かったんで、まず那須さんお願いします。犬や、嘘やん、それは絶対嘘やん。思いますか。他に犬の方いらっしゃいますか。はい、犬。絶対そうですか。カーゴリラ、それすごい、それすごい。いや、これ堂々と行くべき。これ、いや、これはかっこいいしてる。これ、あの、堂々とサブのね、サブの答え、サブの答え。でも、犬かな。あ、まあまあ、そうだな。でも、やっぱ、違う、ゴリラ。ゴリラ、あれで見えた、分かったもん。めっちゃ見てるやん、先輩。正解者なしです。そうや、猫です。いや、俺マジで猫か迷ったって。何に例えるかやってたから。マジで猫か迷ったの。ああ、中身か、中身。気分屋だから。猫はもう自由だから。そう、もう絶対それだと思う。あ、そっちね。なるほど、そっちね。結構クセモノっすね。中身でいけましたよ。好きな女性タレントは。いや、わからん。それわからん。したことね。わからんけど、そうだよ、ホタル。そうだよ、待てよ。ヒントで言えば王道ですよ。え、これヒントダメ？どっち系かっていうのは。綺麗系か可愛い系。いや、絶対綺麗系とかね。これ以上出すと結構本当に王道中の王道なんで、答えになる可能性あるんで、ここまでですね、王道というところで。好きな女性芸能人。はい。いや、マジでわからん。もうファンしてた。ファンって。ファンでたわ。じゃあまず大崎選手早かったんで、大崎選手。石原さとみ、石原さとみ、石原さとみ。2つ出てる。石原さとみ、北川景子。あ、俺北川景子ごめん。2個書いていいんすか、これ。深田恭子。深田恭子。深田ちょっと違う。俺なら深いじゃん。まあまあまあ、でもこっちかな、上かな。俺はもうちょっと、2つは良くないからね。全員外れです。綾瀬はるか。いや、大号と一緒ですね。西大号と綾瀬はるか。綾瀬はるか。綾瀬はるか。政治側が好きだったんだ。こっからかなり難しくなってくるんですよね。当たらない可能性もあるんですけど、じゃあ行きますね。一番ハマったアニメは。でも世代、俺ら世代やぞ、絶対。そしたら、いや、でも関係ないか。そんな関係ない。ヒントで言えば、世代か年代か年代じゃないか。年代で言えば上だと思います。国民的、国民的かどうかって言われると、うん、そうではない。で、逆にそっち選んだんだっていう。いっぱいありすぎるから選んだ。ありすぎるやろ、うん、よく読むしな、漫画。じゃあもう2つヒント出します、ヒント出します。サッカーじゃないんだっていう。あ、俺もサッカーなのか。俺全然サッカーじゃないと思ってた、今。逆に知ってるやついないんじゃない。あ、そんな知ってるやついない。あ、そんな当たったら、当たったら3ポイントです。じゃあちゃうわ。知ってるやついない。いや、いないかも。知ってるとは思います。おかしくました。映画になってない。いや、めちゃくちゃ聞くじゃん。ヒントめちゃくちゃ聞くやん。アニメでしょ。もう連載期間ちょっと見ました今、うん、1996年から連載されてます。最近終わった、ちょっと前。最近終わった。それ相当ヒントだね。それヒントや。最近終わりました、ね、そうですね、2017年で終わってます。全70巻。70巻。え、超ヒントじゃん。全然違う。70巻ヒントになります。おう、掲載誌週刊少年マガジン。まあまあその辺だよな。マガジン、え、でも70巻マガジンで70巻。はい、そんな間に合って。早く書けって。なんで消したんだよ、クレヨンしんちゃん。みんな iPhone ケースにするから。じゃあ、大崎選手。かわいい。おぉ、マガジンなんだ。
全然知らないですけど、前川選手が最近始まってるで、まあ、明日の後ろもう終わってる、誰もあれ俺だもん、もう全然スラダンスラダンでもスラも始め最後もっと前に終わってるやん、一応正解言いますね、ドリームス、ドリーム、野球で、野球、ああ分かった、いや全然分かんない、分かった、あのさ、あのなんだっけ、ドリームスってなんだっけ、それだとドカベンとか次は全然分かってないじゃん、ドリームス、次は多分当てられます、第4問、うん、超能力を授けます、どんな能力を選ぶ、分かった、当てられるって言ったら分かった、これ当たりますよ、多分当たる、はい、前川選手あたりが当てそうな気がします、全然分からない、ホタルさん OK ですか、じゃあ前川選手お願いします、年取らない、年取らない、で酒井選手が大金持ち、大金持ち、いやいやいや、人は満足しない、いや、もう何て、でも一緒なんですよね、金持ち、大崎選手、じゃあもうじゃどこ、金持ち、もうじゃどこ、一番シンプル、瞬間移動ってことですね、どこでも移動、ああ、うん、正解者なしです、ないの、え、何、透明人間です、めっつりつけるやん、めっつりつけるやんけ、解説を、はい、お願いします、いや俺は誰にも干渉されたくないから、はい、あーなるほど、すごいらしい、あらしいね、じゃあ次いきます、ドラえもんの道具一つだけ使えるなら、いやこれはもうこれは当たるわ、いやでもひねってきそうじゃん、また違うとこだな、スモールライト使っちゃった、いやそんな小さくなりますか、いやでも透明人間誰にも干渉されないからスモールライトでも見られない、透明になるやつあったっけ、絶対面倒くさがってその類でマットみたいな長さ、あのもう言ってる時期ないから知らなかった、最近思い出してる、ドラえもんの道具ってそんな覚えてるの、マジで、まあまあまあ、まあ、王道の中だ、うん、でも那須さんこれしかないって言ってたんで、じゃあまず那須さんの回答お願いします、いやですよね、俺もいやそうだ、ついにこれだとは、で大崎選手がそれも知らない、これもどこでもドア、知らない、どこでもドア、ここ今入ってる、いやマジでどこでもドア、もしかも知らない、どこでもドアか立ち取ったらしか知らないよ、さかい選手もどこでもドア、あれ不正解です、え、翻訳こんにゃくです、シャンデンドリア、干渉しないから、干渉しないから、干渉しないから誰のコミュニケーション取れるよ、あれだよね、だからもう言葉じゃなくても話せるよね、そうです、そうです、動物とも話せるしみたいな、なるほどね、犬とか、犬とかな、そうだな、犬とか言いました、犬の言葉が、ホタルやっぱ知ってないとダメなんだな、これは知っててもわからん、犬、これはつまり要するにペットと話したいっていうことだったんですか、まあそう、なるほど、あーなるほどね、いや1は当てたい、うん、これ1問あったら勝ちや、これ、そうですね、1問あったらもう、うん、正直こっから先当たる気配ないんですよね、いやマジか、え、第6問、無人島に1つだけ持っていくなら、来た、来たよ、これ今までの中にヒントあります、今までの回答の中にヒントがあります、無人島に1つだけ持っていくなら、1つだけって言ってもってことだよね、はい、とは限らんってこと、あ、分かった分かった分かったないから、ナスは分かったんですか、分かったよ、分かったよ、ナスはじゃあ回答お願いします、猫、おお、犬じゃないじゃん、マリコ選手、犬、犬じゃない、ね、猫ってこんな字じゃないそんな感じ、多分そんな感じ、恥ずかしいんだけど、そんな感じ、多分そうそう、サッカー選手も犬、犬、犬、俺来たじゃん、ナスさん以外全正解です、おお、でも生きていくためですよね、なんで犬なんですか、黒、嫁にしろよ、嫁にしろ、回答は黒って書いてるんですけど、多分これペットのお名前ですよね、あ、そこはいいんだ、それ性格言うたら、次が自分が女性なら付き合うサッカー選手は、うん、自分が女性なら付き合うサッカー選手、わかった、サッカー選手って言ってる、多分神戸の選手じゃない、あいつ絶対ないと、ないね、ガリ人国境なんとか、俺もそっちでも話す話違うな、ちょっと違うね、酒井選手早かったですね、はい、回答お願いします、いや俺は逆にというか付き合わない、付き合わない、なるほど、そんな回答、あいやもうサッカー選手自体もう無理みたいな、なるほどなるほど、そっちだ、で那須さんはそっち、ごとく、いや、短っそんな愛の告白されたら俺前川選手が全然まだ書いてない、
岡崎選手、まあ、岡ちゃんはおもろいな、うん、岡ちゃんはおもろいけど結婚は無理やな結婚そうなんですか、全然知らないですけど絶対無理やな、思い浮かばない思い浮かばない佐賀弘樹さん、ねえ、いや、それも佐賀弘樹選手、弘樹もありかもな、不正解です、誰も、はい、不正解です、そのまま読み上げますね、正解は清、おお、え、清武選手です、あそっちのセンスだ、そうだ、ね、あ、まあ、まあ、4択しかない、まあ、そうだ、ヒロキいい線いったな、ヒロキかキヨかゴーとかキヨもな、これはたまに、いや、それはね、ない、ない、ない岡崎さんわからないけどじゃあ、次いきますね、うん、明日地球が滅亡するなら何をする、これ最後ぐらいじゃん、もうわかった、マイコー選手早いですね、なんじゃないかなって感じですね、もう OK です、じゃあ前川選手お願いします、犬と散歩、ああ、那須さん普段通り、普段通り、まあ、それも思ったね、酒井選手が俺世界一周、世界一周一日で、大津選手が家族と過ごす、確かに一日で世界一周してるジェットでも無理、間違いない皆さん正解です、いやでしょうねでもこれもほぼ正解じゃない、ああなるほど、家族と過ごす、これもこれはもうお前、これも論外、今まで絶対買ったと思ったお前、絶対お前犬って買ったと思った那須さんと大崎選手が正解です、マジか、2ポイントだ、犬縛りじゃないんだ、ラスト1問ですね、ちなみに今ポイント整理しますと1、1、1、1、1、2、なるほど、いきます、山口選手が自分の好きなところは、これでも性格とかじゃないです、自分の体のある部分です、ある部分、はい、部分、これヒントとして、え、見る、見る、見る胸押さえよる、え、ある部分、はい、性格とかではなく自分の体のここが好きっていうところがあるみたいですね、全然わからん、全然わからん、皆さん自信ありですか、いや、自信がない、同時にいきますか、じゃあいきます、せーのダメだってこれどうですよ、保険かけた、境保険、境保険やこれ、出た、ヒゲ出た、ヒゲは外れてて当たった時のああやっぱりねっていう、こうなんかみんなね、そうそう、ちょっと外れでいいんだよ、外れでいいんだけど、あのヒゲと悩んだってこと、これよく一緒にいないと分かんないですね、分かんない、分かんない、確かに肩幅っていうより逆算になってるから、ね、不正解です、足違う、目の色、おお血走ってるけど、血走ってるけど、バカ血走ってる、これ茶色なんだよ、茶色やな、あそういうことだ、だから嫁に言われた、あそれ超ヒントだ、こっちはもうコンプレックス、うん、逆にパワハラ、あなるほどね、この俺ラインが綺麗だなっていつも思う、コンプレックスということで優勝者、いやー大崎選手です、いやいやすごい